時間軸でいつまでに自分はこうしてたいかっていうのを考えるともっと明確になってくるってことがあるのと、うん、さっき言った「行って楽しかった」って言ったよねその行って何が楽しかった勉強の成果が現れてるっていうことがあの楽しいって思う原点なのかな分かんないけど、ね、だからそこやってどんどんね掘り下げていくといいと思っててそこに行き着くと自分の本当にやりたいことはこれの楽しいにつながってるんだっていうのが見えてくると思うんだよね。 でそうすると、さっき言ったように、いつかは自分が海外で生活してみたい、これ、5年生活したいのか、1年なのか、3か月なのかでも、全然プランも変わると思うんだよね。だから、自分の,その、えー、どこかの通過点として、さっき言った海外での留学なのか、でしかも、留学っていうのは大学に行って学位を取ってくるってことだろうから、基本的にはね。そう考えたら、そこの学位が自分にとって必要なのか。 ってていうのも含めてお金もかかる話だからよく考えた方がいいかなと思っていて先ほどで将来自分自身はどんなふうに生きていきたいかっていうハウトゥーのことじゃなくて自分はどういう状態でいたら幸せなんだろうっていう状態をイメージできるといいと思うんだよね。 こんなことをしてることがどうなのかじゃなくて、なんか自分がこういう人たちに囲まれながら、さに学んだことが生かせてるような仕事にいられたら、自分はきっと幸せな気持ちでこうやって生きていけるんじゃないかなって思うと、じゃあそれに向かうための、じゃあ今何ができればいいかっていうふうにまた変わっていくのかなと思っていて、なかなか答えは変わっていってもいいと思うんだけど、そういうものをまあ今までの自分を振り返りながら考えたりとか、今後に向けての あの節目節目でまた振り返ったりするといいんじゃないかなと思うんだよね目的ってそんなすぐに浮かぶものじゃないからさうんでもとっても大切な視点でやっぱりねそれがあるから頑張れることってあるからすごいたくさんヒントが出てきたなというそうですかいいえっと最初はまあ楽しいだけで行ってみたけどそれじゃ足りないんじゃないかっていうのがまずすごい気づきな気がしますね <laughs> でも僕も今日こうやってね参加して楽しいからだから 逆に言えば。それはでもすごい一番エネルギーのあるところだよ。逆に言えば。楽しくないことをやるって、そんなに苦しいことないんだから。じゃあその楽しいことのためになんでっていうふうに思える、考えられるってすごくいいことだと思うんだよね。河合さんもう弾んでますもんね。そうそう。これは単にウキウキしてんじゃなくてバランスボールなんですけど。そうそう。バランスボールだった。そう、バランスボールなんですけど。でも、やっぱり楽しいこといいじゃないですか。 ウウキウキワクワクすることって、うん、なんかやっぱりエネルギーの僕僕はは源だと思うんですよね僕はね、うん、でそれをもう少し掘り下げて、うん、自分がこうどこが本当に嬉しいワクワクするのかって、うん、より具体的にしていこうというのがもらったところかなだ,だんだんそういうのをね見てるうちに自分がどういうことだとワクワクドキドキするかって分かってくると思うんだよね。 多分、あのー、最初の僕も高校生ぐらいの頃はおぼろげな感じだったと思うんですけどねでもそれが、まあ、徐々に徐々にそういうのを繰り返していくうちにでまたそれによってうまくいったその喜びとか達成感もあるだろうし、まあ、うまくいかなかった時の,その失敗も含めてねあのそういうことから学んでいくっていうのによって、まあ、どん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 そういうのってあの見えるようになったしなんかこうやって皆さんのね あの話を聞きながらもああこういうところがきっとあのつまずいたりあの気づけてないポイントなのかなっていうのもなんか分かるようになったのもそういうのもあるのかな。